たちよ私たちが教会の中で良い牧者を少しずつ少しずつ知りようになっています。私たちが彼の声をわきまえるために少しずつ教会に導かれています。彼の声は何ですか良い牧者の声は 教会が私たちに伝える、御言葉を伝えるときに聞かせます。彼の声は教会の声です。これは非常に大切ですね。あの、もちろん私たちが心の中にイエスクリストの声を聞いています。それはそうです。が、この直接の関係、 は、危ないんです。なぜかというと、私たちは、時には、聞きたい声、そして聞きたい言葉しか聞かないんです。祈った時にも。だから、教会は、私たちに、誠の、イエスクリスト、良い牧者の声を聞かせます。 教会を通して私たちが、良い牧者が私たちを読んで、私たちに、えー、良い知らせを伝え、時々叱って、そして私たちを励ますということを経験します。教会は、真理の、えー、確認です。と言いましょうか。 教会を通して私たちが本当に良い牧者が私たちに語ってくださるということを確認することができます。そして確認によって確信することができます。ね。あの、良い牧者は、その羊のために命を与えてくださる。かけます。他には、 僕者でない方々。僕者でない言葉、声。つまり、この社会の教え、文化のいろんな、いろんな教え、アイデオロギーとかは私たちのことを大事にしていません。私たちは文化に属していません。社会に属していません。私たちは社会、 の中に歩んでいます。私たちは日本の社会、フランスの社会、アフリカの社会に歩んでいます。この、この時代ともに歩んでいますが、私たちはこの世のものではありません。この世に属していません。わかりますかですから、すべてのこの世から来る言葉は、私たち お真理まで導いてくれ、導いていません。逆に、この世の言葉、この社会から来る教えなど、文化、文化から、国から来る言葉、教えは、まあ、ある程度まで悪くはない。良いものもあります、もちろん。けど、基本的に、 私たちは文化に属していません。私たちはその文化、その時期、その時代、そのところ、その国の文化のものではないから、私たちのことを大事にしない、この文化、この時代の文化、この国が、私たち一人一人を大事にしないので、私たちが、あるいは、 もっともうふざわしに言えば、私たちの心は、私たちの深いのところは、その文化の言葉に耳を傾けても満たされない。真理を聞くことができない。わかりますかあんまり、あんまりにも喜ばれない。落ち着かれない。だから、 今日の福音は非常に大切。学校に行ったり、えー、仕事に行ったりすると、やっぱり私たちはそちらでは、真理の言葉、良い牧者の言葉を聞くことはできません。私たちは会社に働きます。属していません。私たちが会社には、学校には、自分の魂、自分自身を与えることができません。彼らのものではない。 わかる。学校のものではない私が、しばらくの間学校に行きます。そしていろんなことを学び、良いことも学ぶ、悪いことも聞かなければならない。悪い教え、この世の価値観に基づいた教えなど聞かなければならない。それを捨てなければならない。先生さえもそれを言ったら、私たちは、いや、これは私と関係ありません。会社でもそうです。 なぜかというと、会社はあなたを大事にしていません。そして、狼が来ると、私たちを追い出すだろう。社長も、学長も、誰でも、そこまで私たちを愛していません。このことについて気をつかなければならない人たちを今日の福音ははっきり私たちに語っています。私たちのために命をかけるのは、 良い牧者だけ。そして良い牧者の代理者、代者。良い牧者の姿を浴びる、その、教会の、えー、牧者。司祭たち、カテキスタ。そして、時々両親とかね。そして、あの、友達、兄弟。そして、まあ信仰によって、私たちに語る友達。信仰に、 よって信仰に基づいて私たちに語る両親、囚人、奥さんなど彼らがきっと私たちのために命をかけるだろう。イエスキリストの霊を持っているからわかるこれをすべて共同体、教会の中で私たちが経験することができます。お神が来るとこの社会、この文化、 その時代の文化、その会社の伝統などが私たちを追い出す。そして私たちが散らされます。本当に私たちを知っているのは、ね、良い牧者だけです。そして私たちは良い牧者を知っています。どういう風に知っている素晴らしい兄弟たちを。お父がクリス、こを知るように私たちがイエスキリストに知られている。 わ、えー、かりにくい。みんなにわかりにくいんです。本父がどういう風に、その、本校を知るのか、知っているのか。この知るっていう言葉は、あの、ただ理性のことではないよ。あの、感情のことでもない。もっとも深い。知るのは一体こと。一体であること。もう知るというのはやっぱり、一、一。 一という意味です。お父は、おんこと一つです。一、一つです。わかるその交わりは、もう、もう本当に完全な交わりであるということ。こういう風に、お父が御、おん、こを知っています。で、同じように私たちが、イエスクリストに知られています。わかるそして、私たちもイエスクリストを、 同じように知ることができます。この素晴らしい、考えられない素晴らしい、えー、交わりのうちにいるように呼ばれています。それは、教会の中で経験することができます。兄弟たちよね、そして、もちろん、えー、イエス・クリストは、えー、私たちに真理を語るので、もう一つのことを教えてくださる。 今週、今、月曜日であるから、ちょうどぴったしですね、この言葉は。私たちはこの経験をするので、私たちはこの交わり、この位置、え、音父との位置を経験する。イエスクリストによって、音父、私たちの父と一突であるということ、その位置、その交わりを経験するので、そして、私たちの間に、 兄弟の兄弟の間に、同じ位置、同じ交わり、天下る交わり、その恵みの交わりを経験するので、外に行きます。外に行きますと、選挙に行きます。その交わりをみんなに述べ伝えるに行きます。だから今日月曜日ね。で、今週、学校に行った時には、 仕事にいたときには、この文化に入ったときには、この世に入って、この世は歩んあの、この世の中に歩んだときには、私たちが教えられるのではなく、教える。行いを通して、経験している愛を通して、みんなに真理を語る。なぜかというと、その、この世の中には、いっぱいの、イエスクリストの羊が、 います。いっぱい。あなたの親戚、仏教の親戚、わからない。無神論者の親戚、友達、学校の仲間、仕事の仲間、先生かもわからない。あなたにいろんなことを教えている先生、あなたの社長、わかる。あなたの社長もイエス、イスクリストの羊であると思う。で、彼らも、 同じ声を聞く。同じ良い牧者の声を聞く。あなたの声を通して、同じ、同じ、え、あなたが、教会の中で聞いている、キリストの声、良い牧者の声を聞きます。あなたの声を通して、あなたの行いを通して、あなたの態度を通して、聞きます。そして集められます。そして、一つの群れとなる。私たちと一緒に、一つの群れとなる。この世で、一つの群れとなるか、 あるいは、ね、あの、向こう側、ね、ここを立って、ね、永遠の命に入るときには一つの群れとなるかもわからない。多分このようでは、教会に入らない。けど、イエスクリストの,の羊であるから、きっと、教会の兄弟、兄弟の兄弟、信者を通して、すべての人々は、 クリストの声を聞きます。そして聞いて、いつか、その聞いた声が彼らの中に身を結ぶ。あなたがそちらにいるだけで、あなたが仕事を行くだけで、存在しているだけで、クリスト者通して存在しているだけで、クリスト者として、えー、結婚生活を送ったことだけで、クリスト者として生徒の 態度をとっただから、みんな、クリストの声を聞きます。そのために、お父が、お子を愛しています。なぜかというと、彼が命をみんなのためにかけます。そしてまだ、もらいます。彼の死と復活のこと。彼が与えるのは、彼が命をかけるのは、捨てるのは、かけるのは、後でまだ、 もらうから。つまり、私たちが、イエスクリストのうちに同じ経験をすることができます。だから、御父に愛されている。イエスクリストは私たちのうちにおり、彼の命が私たちのうちにありますから、この、この命をかけることができます。そして、改めてもらえます。私たちが主人、奥さん、 恋人、友達、社長、先生、仲間のために命をかけるときには、苦しむ。もちろん、自分を捨てるのは苦しませるけど、その命を改めて、増やされたものとしてもらえます。私たちには同じ力。クリストは、この力を持っている。この、与え、命を与えて改めてもらう。この、 力がありますから、私たちに渡されます。同じ力。これは神の起きで、神の実胸です。それによって生きるように、この、え一、ー、日、この一週間に入りましょう。